西東工業出身の原監督選手、そして今日豊田二郎選手の2人も出ています。あまり出し、そして高松県という工業の選手が高松県で生命と出す高松県の監督選手 MDC ファイナル女子スタートです。 On your mark. OK で、最初にレースを引っ張っていくのは
先ほど川田選手ですね、ニコニコの川田選手。さあ残り2周になります。まずはニコニコ鳥と川田選手がレースを引っ張る展開です。まずは出番のレースです。まもなく残り1周で田中選手が出ました。そしてこの後わらべ屋日曜の山田選手に、タイム日本記録が2分37秒33を破りますと日本記録が完成ということになります。いや、田中さん、田中選手出ましたよ。そうですね、いや、もう半端ないですね。 30m 走った後の 10m、 先ほどの 800m からおよそ2時間で後藤選手も追い上げられます。残り200、現在先頭は この MEC ファイナルの2戦優勝を果たした連覇です。いやー、長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。39秒41。そして2位が同じくチームメイト、高校時代からチームメイトした後藤芋選手、3位に山田佳奈選手、4位に道下選手が、はい、山田さん、もう日本トップレベルの選手たちがこの 10m で決まって、10ぐらい負けたくなくなってるので、そなかったですいい飛び出し、ありがとうございます。ラスト1周手前ぐらいでさ、一気にさ雰囲気変わってきてさ、待ってみたい。変わってきた。でも引っ張ったからいいや。ありがとうございました。きつかったです。しんどいな。しんどいです。 1000m が一番しんどいです。ケツ割れが、ケツ割れって4番です。悔しい。何ペースだったの。いや、そこまで65とかだった。足これやのに、なんで最後まくりたかったんですけど、ちょっとケツ割りしちゃいました。パカって割れた。パカって割れました。ケツが。
久しぶりのケツ割り、ありがとうございました。楽しかった、楽しかったです、はい、頑張ったね、3大会だいぶ走り回ったね、いっぱい走らせてもらって本当に楽しい試合でした。来年最終学年か、はい、4年生になります。じゃあ1球決まったって本当に箱根決まって OB ラインが湧いてた、湧いてたもうめちゃめちゃ感動しちゃいました。ニュース来てた、 LINE 来てた、あ、すごいだな。もうその勢いを借りて頑張りたかったですけど、ちょっと悔しかったです。あ、いい浜くんも勝った、はい、一番で、いいじゃん、力量いいじゃん、持ってますよ、持ってる、いやありがとうございました。もう患者選手がいて、なんとか追いつく追いつこうそうということで、すごくライバル関係、いいライバル関係に見えますね。はい、面白いですね。絶対すごい見事、この女子の選手賞は荒川のぞみ選手でした。ということで、これにて、メインレースに関しては全て終了ですけれども、高橋さん、今日振り返っていただいて、まあ、親子レースだと思います。1位おらんやん。メインレースに関して、はい、いかがでしたか、振り返っていただいて。今回の4レース、本当に今日のレース、見事なレースで、まあ、もう地元の愛知県の方々で、まあ、来年も楽しみに見られてほしいと思ったんですが、肺が痛い。高校生どうでした？すごい楽しかったです。前にいっぱい強い先輩がいてすごいね、頑張ったね。楽しかったですか？はい、はい、私は関西だって何か言ってたんですけど、私は関西だって少し頑張ってましたけど、まあすごいですね。ウィニングランが早い。追いついた。望みナイス。いいです。